さ、しっかりお召し物も変えて、やっぱりね、ピシッとしないと。お会いした方の中でやっぱダントツのそのなんかオーラっていうかちょっとこう眩しいみたいな、やっぱ聖子さんなんですよね。なんか桜井さんのプランとかってあるんですか？つかみですよ、やっぱりブルガリのチョコレートまず徹底的に調べたところ、チョコレートがお好きというので、すっごいお値段するんだよこれ。5個で5,700円。値段を言うんですか？言いますよ。5,700円っすよって言った確かに笑ってはくれそうですね夜会ハウス特別編、放送に先駆け緊張する桜井の様子をご覧ください。広っ。どんななんだ。うわ、柱太っ。あ、東京だ。あ、めっちゃ綺麗。すんごいな。広トイレ。え、何ここ。うわうわ、おしゃれ。丸、深っ。寝室広っ。これはすごいな。え、なになに、もういらっしゃる？はい。緊急企画、桜井熱望、松田聖子と初のサッシトーク。そして本番が終わった桜井は、なんかちょっと一皮むけた気がしてます。いや、だって松田聖子さんと誰もいない空間で1時間話した男ですよ。確かに。もうなんかちょっとステージ上がった自信ついた顔してますやりきったステージ上がった。さらに夜会ハウスに吉高由里子、松下洸平が初登場。お、滝汗で、それで有吉さん犬の散歩とか行ったらもうオムラス状態。オムラス状態マジで。美男美女が推薦するマル秘ダイエット法。やばいです、もう本当にバシャバシャ一人ゲリラ豪みたいになっちゃった。そんなの。そして吉高激推しお風呂グッズとは。うわ、彼だけが、彼だけ生き残るの皆さん、収録は以上です。最後に15秒の PR 動画の撮影をお願いします。あ、美味しかった。あっという間だった。あっという間だった。美味しかったじゃないの。あー、収録楽しかったって言ってくれないと。美味しかった。また来よう。また。食べる。15秒だとどうする？15秒で何を？15秒で宣伝をするみたいなことですか？なんか今日何やったかとか、何が楽しかったとか。今日の感想。うん、まあ見どころだから、これから見る人に向けてっていうか、こんなこと楽しみにしててください。やっぱりもうお風呂じゃないですか。うん、かセクシーショット、うん、風呂入ってハイボール飲んで美味しいもの食べて最高っすね。デトックスしたのにまたジャンク入れたからなかったことに。最高だな。カリナちゃんに言ってもらってもいいぐらいだね。そうだね、頑張って。いやいや、もうお二人にいて、頑張ってね。お二人にセクシーショットって言ってもらったら何かしらこう、もう回ってるんで、はい、時々から、まあ、およそ15秒ぐらいで。これはじゃあインカメラにした方がいい。あ、ごめんなさい。あ、大丈夫です。一回止めなきゃダメだね。あ、そうか。おじさん出ちゃった。おじさん出ちゃった。はいはい、今日の感想から。今日の感想ね、はい、いきますよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですね。楽しかったし、美味しかったし、はい、いろんな話が聞けてよかったですし、はい、カリナさんのセクシーショットもありました。マジですか？マジですよ。やば、アスリートの体ってすごいな。違うんですよ、全然アスリートの体じゃないんですよ。はい、見どころたくさんなので、はいはい、とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。すげー。